突然だが霊夢、ヴィヴァンというドラマを知ってるか？ああいう考察系嫌いじゃない。その中でヴィヴァンは別班のこと、というくだりがあっただろ。阿部寛が別班の説明もしてたね。ということで今回の作品はこちら。別班の犬。別班が死体の話なんだね。あるところに陸上自衛隊の精鋭部隊に所属している女性がいた。彼女はその精鋭部隊でも突出した腕前を持っていたが、日々の平和に退屈していた。争いがないのは良いことよ。そしてある時上官からの命を受け、指示された場所に向かうと、謎の男から組織にスカウトされる。それこそが、別班だったという始まりだ。この組織は何するところなの？ X 文書を守ることだ。簡単に言うと超国家機密のことだ。ちなみにこの文書のセキュリティ自体はガバガバだ。それだと取られ放題じゃないの？要はわざと取らせてスパイをあぶり出すんだ。そうして敵国に渡る前にスパイを処理するわけだ。一度でも失敗したら即流出なのはリスキー。そのために別班は法律を無視できる組織なんだ。例えばスパイがある外交官だったとしよう。外交官には免責特権というものがあり、外交官を捕まえるのは国際条約的に不可能なんだ。流出待ったなしなんだけど、まあこの時は、他の別班のメンバーが、ビルから飛び降りて、車ごと踏みつぶして処理したぞ。こんな人間がいてたまるか。別班ともなると、強化ガラスも肉体で突破するし、銃弾も見てから避けれるぞ。こいつだけじゃねえか。それに敵が弱ければ問題もないが、ゴルゴバリに強い奴も当然出てくる。こいつは一人でアメリカのペンタゴンから情報を盗み、一人で特殊部隊を壊滅させたスパイだ。こいつよりヤバそう。あと当然だがヘマをして敵に捕まったら、味方に暗殺されたり、服毒自殺を要求されるぞ。まあ情報が漏れないためにも、多少はね。そんな暴力的な世界や、誰が本当の敵味方かもわからない情報戦などに、身を投じることになったナナの目線で、別班の諜報戦を見る話となっております。日本の方に国を守る力などないのだよ。今回はここまで。この作品が気になりましたら、高評価チャンネル登録と、作者の印税をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。